いつもお世話になってます。いや、こちらこそお世話になっております。大夏病の、床高さんです。はい。うちの新人の、床栄の、指導に当たってくれてます。まず床栄の第一印象はどうでしたか？いや、素朴な子だなとは思いました。床山さんの仕事に対する姿勢というのはどうでしょう？あ、結構、僕が見てる中ではやっぱり努力家だと思います。やることも、しっかりしてるし、教えたことも、普通の人って言ったらおかしいけど、今までの人の中では早い方だと思います。上達が早い、うまいこと、やるなとは思います。あ、そうですか。はい。どんな床山になってもらいたいとかってありますか？あ、床山、いや、僕今まで入ってきたみんなの子には言ってるんですけれども、やっぱり部屋で力士に可愛がってもらえるような床山になってほしいし、やっぱり自分の、信念はもう貫いていってもらえるような床山になってもらいたいなと思っております。ありがとうございます。これからも床山よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。お疲れ様です。新しくですね、しこる屋に、なんと床山さんが入り、早、3月入門ですので 3,4,5,6、丸々3ヶ月が経ちました。はい。だいぶ部屋にも慣れたと思うんですけど、ここでちょっと、床山の床栄くんこと佐藤龍斗くんをご紹介したいと思います。はい。まずはですね、自己紹介じゃないですけど、名前とですね、出身地、そして生年月日をお願いします。はい。茨城県つくば市出身、平成16年6月27日生まれの床栄です。床栄こと本名は佐藤龍斗です。はい、佐藤龍斗、はい、よろしくお願いします。まずですね、しこる山部屋へわざわざ選んできてくれたんですけど、はい。なんか理由というか動機というかありますか？はい。しこる山部屋の YouTube チャンネルで床山さんを募集していたので、はい、それで連絡しました。なんと YouTube のを見ての、はい、申し込みということで、はい、まんざら YouTube も役に立ってるってことですね。はい。入ってどうですか、部屋の雰囲気は？入って早々やめそうになったんですけど、やめなくてよかったなっていう。入って早々やめそうになった、これは由々しきことですけども、まあ噂によると2回ぐらい家に帰ったらしいんですけど、それで何とか戻って、はい、今現在だっていうわけで、やめなくてよかったと。やめなくてよかったです。あ、そう、はい、よかったです。いや、小さい頃からなんかお相撲さん、お相撲が好きで、はい、サインを集め回ってたっていうことをちょっと小耳にしたんですけれど、はい、誰のサイン持ってるのかな？横綱の北の里関とか、はあ、はい、高安関とか、はあ、はい、あ、そう、持ってます。結構持ってるの？はい。なんだ、相撲オタクじゃないか。はい。あ、そうだね、相撲が大好きなんだ。はい。一番前で観戦したことがあります。あ、そう、わかりました。これからも、めげずに、はい、長く勤続40年目指して頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。